校内 SL の転車台と給水等 c 1 2六6 7駅前にある若狭線開業を記念して野口宇城が作詞した若狭小唄の下避若狭駅は鳥取県八津郡若狭町若狭あざ連機を照らしたもにある若狭鉄道若狭線の駅若狭線の終着駅で若狭鉄道の本社社庫がある鳥取県最東端の駅車止めに向かって右側に 短式ホーム一面一線を有する地上駅で、側線も付設され、夜間大白がある。木造駅舎を持つ。駅舎内に、若狭鉄道の本社が置かれているとともに、図書コーナーがあり、列車を待つ間に本を読むことができる。この本は、降車時に乗務員に返却することを条件に、列車内に持ち込むことができる。唯一の社員配置駅で、窓口で乗車券やグッズ等を発行。 販売している。不在時は、車内生産。また、改札外に、男女別の推薦式便所が設置されている。校内にはかつて使用されていた、蒸気機関車を運行するための設備がいくつか、残っており、個人が、転車台の修復を行ったことをきっかけに、若狭駅 SL 保存会が結成された。 2007年8月8日に、蒸気機関車 C12167 を、兵庫県高郡高町より譲り受け、若狭鉄道によりレストアされ空気駆動に改造された。機関車の見学などで校内に入るには、入港券が必要。また、4月から12月の主に第2第4日曜日に、SL の展示運転が行われ、電車大回転体験、トロッコ乗車体験、 奇跡体験が行われている。2008年に、若狭鉄道若狭線の歴史的施設が一括して、国の登録有形文化財に登録された。日本全国で初めての例である。1日の平均乗降人員は以下の通りである。鳥取県道176号若狭停車乗船、若狭町営バスターミナル、若狭駅バス停ゆいある。 若桜駅前バス停鳥取県道103号上にある若桜駅前停留所バス乗り場は駅から少し離れた鳥取県道、兵庫県道103号若狭湯村温泉線、または鳥取県道176号若狭、停車場線上にある。このほか、駅南東すぐ国道29号線の道の駅若狭にある。 若狭バス停に大阪鳥取間の日本交通の高速バスの一部系統が停車する。ありがとうございます。